ちゃこんにちは。はい、さあ豊さん、はい、いよいよメジャーリーグで導入されたあの制度が日本にも入ってくるかもしれないと。そうです、ピッチクロック。そうです、ピッチクロック。それもですね、プロ野球のオーナー会議が7月10日開かれまして、はい、メジャーリーグで今シーズン導入された新ルールを日本でも導入するかどうかの検討をもう始めることを決めたというところで、はい、そうです、まずはピッチクロック、それから2つ目極端な守備シフトの禁止、はい、そして3つ目がベースの拡大、はい、というこの3点なんですけれども、はい、まあ、ピッチクロック、現在、メジャーリーグで導入されていて、まあ、最初は戸惑いもあったんですが、うん、今現在は結構選手たちも慣れてきているという声も上がってきて、ね、まあ、試合も20分ぐらいはめちゃくちゃ早くなるよ、はい、短縮できているという効果が。いや、ピッチクロックをね、アメリカが導入したって、はい、ああいいなと思ってて、はい、早くなってね、投球感が。で、日本のこう見たら30秒ぐらいかかるやつがいるんだよありますね。いや、ゲームが後ろの方には7、8、9とかになってランナーが出ると、はいはい、30秒ぐらいかかる、うん、ほらね、辛いよお前見てて早く投げろよっていうのがいるよ、はい、だって取ったらなんかマウンド一周するやつもいるしさ常に後ろに下がってまた戻ってきてみたいな、はい、そうじゃなくてやっぱファン見てるからね、はい、その間っていうのもすごく大事なんだけど、やっぱこう今時さ3時間以上っていうイベントあんまないからね。あのスポーツでそうないですね。ないよな、はい、だからまあスピードスピードっていうふうによく言われてたけど、やっとそうだよね。ただね、これ現場の選手に聞いたら、ピッチャーの選手に聞いたら、はい、1年間の猶予が必要だって言ってたよ。その猶予というのは、これはね、そういうふうに投げようとはするけども、うん、サインの交換、はい、でランナーがいないとき、うん、サインの交換15秒でしょ、ランナーなしが15、ランナーありが20です。そう、その時に1回首振ったら15秒いっちゃうっていう。あ、もういっちゃうんですね。いっちゃう。で、2回振ったらもうアウトだった、もうボールになるっていうんだよ、はい、だからもうよっぽどこう慣れとかないと、うん、こう腕にはめてこうなんかやってるんでしょ今。あのサイン、大谷選手はそうですね。でも それが通信でバレてんじゃないかっていうさ、うん、そういう疑いもあるチームもあるけどね、はい、だけどまあ導入するとしたら、まあ、そういうところもしっかりやっていかなきゃいけないし、はい、やっぱこう慣れが必要だっていうんだよね、はい、急にはできないっていうんだよ。だから2年後って言ってるんだろうけど、はい、まあ来年1年使ってみて、まあ、今年のなんか教育理由から使ってみりゃいいのにな、はい、いろいろ試しで ね、一応ね、あの社会人の方では実験的にもう導入されているようなんですけれども、うんうん、じゃあ豊さん的にはピッチクロックは賛成。賛成だよ。おお、賛成で、賛成。あのつけてるのってあるじゃないですか、うん、あれはつけてる投手とつけてない投手って様々なんですか。多分その伝達方法っていうのはそれぞれ違うのかもわからないけども、はい、やっぱこれが一番早いっていうような話だよね。首を振る必要がないって、自分の投げたいボールを投げる。だからキャッチャーなんか組み立てとかいろいろへったくれもないよ。もうだからそのリードがいいとかそういうことじゃなくなってくる。そういうことじゃない。ああ、いやだからもう壁みたいになっちゃうよね。そうですよ。だから結局打てるキャッチャー、させるキャッチャーだけでいいってことになるんですか、キャッチャーは。まあそうだね。でサインはピッチャー主導で。ピッチャー主導になっちゃうんじゃないの。できるんだったらノーサインとかさ、それが一番いいよね。もうピッチャーが投げたいところに投げてそれを取るっていう、そうそうそう、キャッチャーが。そうそうそう、まあ、それが一番時間も、でも一番事故が起きるけどね、それは。もちろんパスボールとか、パスボールとかね、だからそういう危険度は高くなるけど、はい、まあ、だけどそのランナーがいるときは20秒というね、はい、まあ、でもアメリカで最初は戸惑ったけど今はスムーズに行われてるよね、はい、まあまあやってみるのは俺はそれはいいと思う。あとメジャーリーガーの今の選手たちからはピッチクロック OK なんだけれども、もうちょっと時間を伸ばしてほしいという。伸ばしたら一緒だよ例えばじゃあランナーいるときは25秒にして、いないとき20秒とか5秒。お前ね長いぞ長いですかね20秒。それ測り出したら長さを感じるよ。今測らないから長さがあんまり感じてないかもわかんないけど、やっぱね長いやつはいるから早く投げろよって。うんうんうん、うん、それだけまあ緊迫した場面では登板してるんだけども、はい、テンポっていうのはね、うん、やっぱ勝負事って大事だし、はい、でもその間っていうのもすごく味があって大切なことだとは思いながらも、でも現代とはかけ離れてるよね。うん、そうですね。時間の無駄だもん。確かに今時間短縮って言われてる時代だから、あともちろんバッター
ャーもピッチャーがね東京も入ったらありますよね。だから日本での複雑の変わってサイン出してたらうんーってやったらもうはいストライクみたいな言われちゃうよ。だからサイン出すコーチや監督ももう短いサインになるってことですよね。もうこれだけ通信機器がさ発達してるんだったらどっか内蔵しといて、うん、エンドランとかバントって続けてバントとかなできないんですか。傍受されるんですやればいいのになそしたら通信傍受でまたまあまあそうなんだよ、まあ、そういうこともあるんだろうけども、うん、周波数変えとけ周波数をねそれぞれねそうそうそう変えてやるとか、うん、で変えたら分かっちゃうみたいなまた一手違うからまあねはいであとはねそのポジショニングのそうです極端な守備シフト。いやだけど俺は守備者として考えると、うん、やっぱポジショニングのファインプレーっていうのあるんだよ、はい、飛びつかなくてもこんなとこにいたのかみたいな、うん、それは俺はいいと思うんだよね、うん、でもその極端な守備体系を取るっていうことはリスクも伴ってるわけだから、はい、それは俺は別に構わないと思うんだよ、ね、いいですね。サッカーでももう最後ねオールなんか守りに行くとか攻めに行くっていうのありますからなんで禁止なんですかね。いやわかんない AI を嫌ってるとしか思えない、ね、AI 導入をそうですよね逆行ですよね。そう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 。でもなんか極端な守備シフトはある種ギャンブルで見てて、うん、面白いですよ、まあ、面白いと思うんだけどね、うん、俺はね、はいうん、だからそれは俺はどっちでもいいかなっていうふうに思う思いますか、うん、あとはこのベースの拡大っていうのは拡大はね、はい、してもいいよね。危険度が少なくなる接触プレーが、ねうん、だからそういう意味ではベースは大きくしてもいいと思う。だって俺はこうやってスライディングしてさ、はい、あ帰った時にさブーマーだったんだ一塁手が、はいね、足がベースほどの幅があってさベースかなと思ったらブーマーの足だったんだよ足に立つんですか。そうそうそういやだからでかくしてくれた方がありがたいっちゃありがたい、ね、そうですよね、うん、ということはベースを大きくするってことはホームベースも大きくなったらならないよホームベースそらなんないよおしゃスライクゾーンとか幅が変わっちゃうじゃないどうなるんだろうと思っていやその塁ね一塁二塁三塁だけベースが大きくなるというそっちのベースですよね。そうそうそう、ま、だからまあそれはいいかなと思う。それは選手たちは特にやりにくいとか守りにくいとかそういうのはないですか。まあタッチプレーになってくるとさ盗塁の時に幅ができるから、うんはい、タッチするのも大変だよね多少ね。カラタッチっていうのが増えるかもわからないけど、はい、でもそれはまあ危険度を避けるためにいいかもわからない、ね、そうですよね、うん、みんなねあのミトンの手で言ってますかね。そうそうそうまあできれば一塁だけでもいいんだけどねベースを大きくするのはね走ってくるのと取るのとかボールが取れたりするから、はい、接触プレー危険度をなくすためには、うんまあ、それはそれでもいいんだけども、はいまあ、セカンドとかサードってそんなにはいらないかなと思うけどね、うんまあ、ファーストベースだけでもっていうところが、ね、まあそうだね、うん、ただやっぱりねメジャーリーグが変えるとやっぱり日本も追随しないとその WBC とか世界基準の野球についていけなくなってしまうっていう、うん、ただ日本から発信するものもあっていいと思うんだけどさ、はい、いつもなんかこうアメリカのケツを追ってるでしょ。そうじゃないなんか発想しなさいよってもうちょっともうちょっと発想して、うん、あ日本がやってるのはいいなみたいな、はい、そういうことってないのかなと思って。いや ないでしょうね。メジャーリーグ最高峰だと多分 NBA は今思ってるんじゃないですか。いや思ってるけども、うん、でもそれに従うこともないじゃん別に。まあまあそうですよね、まあ、でもピッチクロックなんかはね、うん、いいものだし、うん、だからまあ導入した方がいいのかなと思うけども、うん、なんか日本から発信する、うん提案があってもいいなと思うよね、はい、だからアメリカっていうのは野球をもっと魅力的に、ね、するにはどうしたらいいのか、ね、ファンが喜ぶにはどうしたらいいのかっていうのは常に考えてる、はいまあ、日本も考えてるけど、うん、それはファンサービスであって、はい、野球を見せる上で何が一番いいのかなっていうことをもう少し考えてほしいなと思うけどね。そうですね、はい、あとは今シーズンからあの全リーグがメジャーリーグは DH 制になったので、はいはい、これは日本にも来るのではないか。岡田監督が一刀両断したらしいよあんなんいらんやろですよね。ただ原楽してるだけやみたいなただ原監督は DH 制、まあ、世界基準だとか、はい、いろいろ考えるとやっぱり DH を導入しないと、はいまあ、日本も遅れるなと思うけどね。そうですよね。もしかするとだからこれでやっぱり成功したっていうふうになると日本もまたオーナー会議でじゃあセパあの DH 制を統一するかみたいなのも出てくるんですかね話し合いで。まあそうだな阪神は反対すると思う。岡田監督に聞くから一応 DH 導入はどうなんだってこんな飽きまへんがなってほらほうよほらほうよなりますかね。そうなるそうですか、うん、はい